ポッキーラジアンさんで6月のマンスリーゲストはこれさわです。最終週です。あ、もうポッキー食べてるね。ポッキー美味しい、ね、美味しいでしょ。さあ、最終週のあさってのトークテーマは、18歳上京するです。出ました。これ山田も18歳だったんですよね。これね、一緒です ね。でもとんでもない場所に上京しちゃったんですよね。はい、おかげでえらい目に遭いました。はい、ました。すごいことですよ。窓ガラスが割られましてですね王冠に襲われましてとんでもないことにという。でもこれ半分以上は本当です。ぜひ一体どんな上京物語があるのか、あさってのラジオを聞いてみてください。あさってのポッキーラジアンさんでお楽しみに。楽しみに。